加納安梅です。看護師として働き続けて49年、転換を発症して35年。振り返ってみると、看護師で転換当事者の私は、転換があろうがなかろうが、病や障害があろうがなかろうが、その人らしく生きていくことを求めて応援し続けてきたの。そしてそのエッセンスだけを詰め込んだのが、この知識より大切なことがあるスーパー指南書、転換と人生。今回解説するのは第2章の支援者心構え。支援者っていうのは当事者に関わる全ての人のこと。何にも支援してないのに支援者？って思う人は、支援者イコール理解者って思ってね。知ってほしいことはたったの4つだから、最後まで見てってね。1つ目、転換は特別な病気ではない。配慮はするけど特別扱いはしない。転換は身近でありふれた病気。病気ではあっても、それによって人生を大きく変える必要もなければ、生活を脅かされる必要もないのよ。当事者はただ自分の本来の人生を享受できることを願ってるだけ。特別扱いを求めてるわけじゃないの。理解してくれるだけでいい。受け入れてくれるだけでいい。当たり前の配慮だけでいいの。人は誰もが諸事情を抱えてるもの。それがどんな事情であれ、お互いに必要な配慮をし合えたら、優しくって生きやすい社会になるんじゃないかなって思うの。転換は特別な病気ではないってこと、絶対に忘れないでね。2つ目、転換を一括りにしない。病名ではなく一人の人間として見る。転換発作の種類は千差万別。発作のサイズや頻度によって日常生活に与える影響は大きく異なるから、転換を一括りにすることはできないのよ。だから知ってるからではなく、知らないからスタートしてほしいの。基本的なことも含めて、発作の特徴や発作が起きた時に望む配慮や不要な配慮について当事者本人に聞いてほしいの。そして一番大切なことは、転換という病名ではなく、その人自身を見て、その人が今できることに目を向けることよ。転換を一括りにしないってこと忘れないでね。3つ目、私たちのことを私たち抜きで決めないで。子供であろうと障害があろうと、当事者抜きで決めない。支援者とは一方的な支援の関係ではなく、お互いを尊重し合い、お互いを応援し合い、お互いをケアし合う関係のこと。大切なのは、お互いに持てる力を引き出し合うこと。自分のことを自分で決める機会を大切にし合うこと。支え合うこと。自分の人生の決定権は自分にあるし、自分のことで迷う権利や失敗からの立ち直り方を学ぶ権利もあるのよ。私たちのこと、私たち抜きで決めないでね。4つ目、病名だけで断ることは差別的扱いに当たる。転換であることを理由に美容脱毛を断られました。日本転換学会が2020年に関連団体に表明した美容脱毛に関する声明には、美容脱毛により発作が誘発されるケースは一般的ではなく、ほとんどの転換の方は美容脱毛を受けることに問題はないと記載されているのよ。転換というだけでサービス提供を拒否することは、障害者差別解消法の不当な差別的取扱いの禁止に違反する可能性があるのよ。美容脱毛に限らず、エステ、スポーツジム、スイミングクラブ、歯医者や整形外科であっても同じ。差別は大抵悪意のない人がするもの。私たちは誰もが悪意なき差別者になりうる可能性があるってこと忘れないでね。もしも病名だけで断ってる人がいたら、障害者差別解消法に違反する可能性があるかもしれないから、一度ちゃんと確認した方がいいですよって教えてあげてね。支援者心構え。1つ、転換は特別な病気ではない。配慮はするけど特別扱いはしない。1つ、転換を一括りにしない。1つ、私たちのことを私たち抜きで決めないで。1つ、病名だけで断ることは差別的扱いに当たる。簡単でしょ。これで十分なの。はい、これで
支援者心構えはおしまい。どうだった？次の動画は転換治療心構えよ。この動画の最後に関連動画の再生リストを紹介してるから見てってね。皆さんがちょっと元気になるお手伝いができれば嬉しいです。スーパー指南書転換と人生のデジタル版を無料で配布してるから自由にコピーして使ってね。動画の概要欄にリンクを掲載しておくのでぜひ活用してください。じゃあまたね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。